ケロちゃんやって、ジジイ。ジジイ。大きな数の勉強だよ。ジジイって言わないよね。ジジイって言っちゃダメよ、その悪いことか。ダメだよ、言ったら。では、入ってよ、最初に、お行儀ゲームにします。背中を伸ばしてください。それから、コロ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 回らない。あんた、お尻がいいの？うん。じゃあ、まっすぐ座って。笑ったらね、戻る。そう、笑ったら戻るの。今、だから、今のうちに、笑い虫を出してきなさい。手をやって、ここ絞るの。ここやって、絞った？じゃあ行くよ。じゃあいいね。もう笑っちゃダメ。笑っちゃダメ。あんた笑い虫いるでしょうか。さっきのクラスでね、僕ね、世界で一番素敵な先生誰って聞いたらね、なんと林先生の顔映ったんだよ。だってだから見えてるのか？映ってないもん。鏡よ鏡。全然映ってないもん。世界で一番素敵な先生は誰だ？わあ、僕だやっぱり。林先生の顔だ。見てて。ほら。林先生の顔映ってるよ。変な顔？自分の顔しかさ出てないよ。じゃあまあ今日林先生の顔をねプチ整形で直すから。先生って目が小さいでしょ？全然。じゃあね、目を大きくすればいいの。大きくなった？大きくなった。こうすればね、目大きくなるよ、これ。もう片方は？もう片方。両方から。こっちはね、これはね、こうやってね、こっちやれるの。大きく。ねえ、上もやって。ねえ、上もやって。先生、鼻低いでしょ？だから鼻ね、高くするの。どうやって高くするかやったらね、これをね、こうやってやってね、こっち引っ張れるの、ほら。高くなったでしょ？あ、見せて。これどうなってんの？お口はね、先生ね、への字になってるから、こういうお口はね、貧乏くさいのよ。だから、お口をね、綺麗なお口にしてね、この唇にこうやってね、上へ引っ張れる。な？かっこよくない？かっこよくなったろ？みんな、やめる！これ、これを、この、こっちやると、ほら、かっこよくなったよ。ああ、なんでな、変な顔、豚になった。豚だよ。でね、前でもね、先生下がってるからね、これ上やればいいの。こうすればね、こっち強くなってね、これかっこよくなったでしょ。これでね、こうやってやって、鏡に聞くのよ。鏡よ。何じゃこの顔。もう一回見て。こんな顔ダメだよ。変な知事が、これで言います。おうち真似しちゃダメよ。いいって。やりすぎた顔よ。真似するわ。ロッキーも真似する。ああ、ひげ取れちゃった。みんな、ひげの顔読んで。ほら、眉毛が取れちゃった。あれ、ぜひ、ひげの顔読んで。よーし。じゃあ、声出せよ。お行儀ゲームだぞ。いいな。いいよ、じじい。2。いい？背中回ってる、回ってる、回ってる。じゃあ行くぞ。2。2。背中回ってる。2。2。声が悪い。2。2。そうだ。丸山さんのように寝なさい。2。2。背中曲がってる。2。2。お前だよ、背中回ってるのは。2。2。12。12。おい、船くん、声聞こえないぞ。12。12。12。112。112。112。4112。村井くんがケロケロしてから戻ります。2。はい、手が出てる。2。さ、高田くんの手が出てる。2。大行儀最悪になるよお前は。2。12。声が出てない。12。12。松山さんいい声してる。丸山さんもいい声してる。12。お前声出してない。12。112。112。112。4112。怒鳴らないで。4112。4112。じゃあ行くよ。
これ難しいんだぞ。97、98、99、100って言える？ 3、 はい、97、98、99、100、100、101、102、103、103だって。107、108、109、110。いくぞ。100、声出してない。100、101、103、104、105、106、107、108、109、110。そこで問題です。一回手を練習します。分かった人は、はいってあげる。ママのおっぱい飲んでる人は、へーって可愛い声出せばいいです。1、2、3、先生ってかっこいいね。うん、全然。あら、お前もかっこいいじゃない。じゃあ、もう行くよ。1、2、3。はい。ちょっと隣すぎてんだ、あいつ。もっとお腹違えて、はいって言えばいいんだ。1、2、3。はい。よし。じゃあ、問題。ここに十があります。それで、1、2、3。ときたら、ここは何でしょうか、わかりました。はい。さあさあ。4。4じゃないよ。5。5じゃないよ。10、11、12、13。何？マリマさん。13じゃない。マテルさん。14。正解。14だぞ。14でしたね。第2問。96。はい。ここ。はい。岡崎さん。100。正解。素晴らしいね。じゃあ、その次。100、100、1、100。はい！ここ。はい！ここ104。正解。じゃあ、その次。110、100、110、はい！ここ。はい！勝った。54。オッケー。100円がありました。そしたら台所に1円が落ちてたので、お母さんに、お母さんこの1円もらっていいって言ったら、お母さんいいわって言いました。お金はいくらになったでしょう。はい、みんな言ってみろ。101。そう、前島君101円。もう1円また出てきました。お金いくらになったでしょう。100円。何？100円。お金がまた1円出てきました。じゃあいいな。97、98、99。シャーク、あれ大きいんだぞ。91、98、99、99、99。誰だギャーギャー、お前が本当に。隣まで自分の向こうのうちにね、隣まで聞こえちゃうじゃないか、2つ隣のうちに。今おじいちゃんね、昼寝してたのよ。ところがね、おめえの声が聞こえたもんで、おじいちゃん目がうーって覚めちゃったじゃない。おじいちゃん今畑だよ。あら、畑にいるの？うん、畑にいたよ。ほんといいなぁ。じゃあ行くよ。トマトとスイカ植えてる。トマト作ってるのか。僕も作るかな。ダメ。じゃあ行こう。ダメ。いいか、船行ってみてよ。1、2、3。3、はい。1、2、3、4、101、102、103。101ってどういうふうに書くの？100と1。101どういうふうに書くの？100と1。はい、マイカ君。101。101ってどう書くんでしょう？はい、分かる人いるか。101。松山さん。101。正解。みんな手叩いてあげてよ。それそうですよ。よし、これがレベル1の問題。ではいよいよレベル2。レベル2ではなんとアメアメショーがあると思いますよ。イエーイ。あそこにあるフルーツの罠のあるとじゃあ問題。パッと見て早く数えてよ。何を？ここにはお星様はいくつ？はい、はい、はい。見に行ってごらん。2つ。早い。パッと見て分かった？あ、そう。おじゃあ今度第2問。お星様はいくつ？見えねえよ。見えるよ。見えない。見えないぞ。はい、正解。言ってるだけ言われる。10だよ。え、もう一回数えて。じゃあその次いくよ。お星様はいくつ？はい、はい、マリアさん。81。
もっとある。はい。はい。93。もっとある。はい。はい。はい。高田君。100。正解。100。じゃあ数えてやろうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、100だ。じゃあ次の花、お星様数えて早く。1、2のお星様。はい。船木君、船木君。はい。2500個。そんなないの、そんなない。はい。はい、岡田さん。200個。200個ばっかりじゃない。丸山さん。え、よく聞いてないよ。1、2、10、100、何だ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 、
送りするからな。1、2、3、4、5、6、7、8、これ96、999、999、999、1000個だ。では、いよいよこれが難しい。いいね。ここにはお星様はいくつあるでしょう。はい、みんな言ってみろ。1万。正解。よく数えた。1万だよ。おお。みんな1万言った。すごい。お前、何でそんな早く数えられるよ。分かんなかった。数えられる。1万。どうなってたの？やっちゃう。どうなってたの？じゃあ行こうか。じゃあ行こうか。1、いってらん。10、10、10、100、1000、万。すごいだろ。まあ、1万もあったんだぞ。ねえ、先生。なんじゃ？あ、まだまだこの後出てくるからでね。じゃあ10いってな。10、声が悪い。10、10、ママのおっぱい飲んでて でかい声でやれ。10、10、100、100、100、1000、1000、1000。斉藤さんがくるくる回ってからなし。10、100、100、100、声がでかすぎるからやなし。10、10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 0、
姿勢が悪い100 1000 1000 1000 万 10 0 0。まあ美味しそうな鼻くそね。その鼻くそ食べてさ、机の上にこう積んどいてよ。後でお茶漬けにしてかけて食べるから。お茶漬け、あら、子供の鼻くそってね、美味しいんだってね。珍味珍味珍味ね。それよりケロちゃんやって。そんなから関係ないんだよ。10いってみろ。10じゃあケロちゃんにあげる。100 100 100 100。ケロちゃんはね、あの鹿のうんちの団子食べてるの。100 100。じゃあこれは、まあまあまあ、あ、線が抜けた。線が線まあまあ。じゃあ何て字か当ててよ。これ何て字だ。正解。これは、これは何、これは1億。じゃあ行こう。これもお行ゲームなんだけど、大きい数の時はね、お行ゲーム重いんだけど、ごめんね。また反応くそこつくる。おいしそうだなお前。ちょっと捨てないで、そこ捨てないで置いといてよ。いや、俺は手につけた。これ、あ、これだよ。これ斉藤さんの鼻くそ、なんでこんなことなるの。先生の手です。これお前の鼻くそじゃないの。違う。ブッなんで前島君の鼻くそこんなところあるの。これ何それ。あ、違うわ。これ誰の。泣き虫。食べてみる。いいの。うん。泣き虫の時はね、ハンカチが必要なのよ。なそういった鼻や、全然泣いてないじゃん。嘘なにしてる。みんな言ってみろ。ひろしさん、ひろし、バカひろし、バカひろし、泣きやすの、便秘いろんとも、ひろんとも、お前、お尻うんちついてたろな。あれ、いろんとも、いろんともだぞ、お前、雪男、
二教とかなるまいごじゃない。じゃあ行こう。エイチ。ダチ男。ダチ男。ダチ男のテレビ先生なんとは。色男。色男も悪い言葉だ。白い男。一。十。十。百。千。千。もうこれだ。もうパワーアップして。そうだ。お前たち、あんたまで穴掃除してて、お前たちと勉強してる時にはこういうのが必要なの。うるさいから。貸してそれ。この前おバカさんがいて、これを口にやったの。パンクしちゃったの。この前おバカさんがいて、お腹にやったの。そしたらお腹がブレって出ちゃったの。やる場所があるの。この辺にやって。お腹にやって。お腹。じゃあ行くか。お前らに負けねえぞ。60歳パワーだ。おいらな、100点満点500。お前はジジパワーだな。1 10 100 今に抜けちゃうからさ、今頑張ってね。いやいや。うち出ちゃった。クーキ入れて。なくちゃ。クーキ入れて。クーキ入れて。じゃあ。早くクーキ入れて。じゃあ丸山さん行くよ。5。えぎすぎちゃったよ。75。275。あんまりお客出さないで俺。275。うるさいよね。うるさいよ、こちら。こっちは偽者だな。警察官よ。警察官者。バリア杖あるよ、杖ならバリアがなくなっちゃった。バリアって、あ、あのハートのこと。あ、ハートあるよ。どこにある？バリアそこ、あ、テレビ、テレビそこ、ティッシュ、ティッシュ。これバリアなのね。それティッシュ。じゃあ行こうね。ゴーゴー。あ、まだちょっと聞こえるね。鼻からね、声が入ってくるんだってこと知ってる？繋がってんだよね。繋がってください。ねえ、息どこでするの？吸うの？口だ。わかった。警察官、これじゃあ声出してね。ゴー、助けてくれ。まあ静かだこと。ゴーゴー。75。あんたら声出してる？声出してる？声出してる？は？出してる。なんだって？出してる。出してる。おへそがかゆいの？そうかね。じゃあみんな先生の後についていってよ。いや。静かだな。5。75。全然静か。275。これ知ってる？知ってるよ。この音楽を取り入れるとさ、そうするとさ、こうやって
ね。全員参加者。Is anyone who is the love here? Is anyone a love here? 何それ空気を見てるんだよ。そうするとね、女の人はね、笛を持っててね、違う、それ違う、スター。おい、おい、今何だったんだ。おい、負けるぞ。ファイヤー、ちょっと何にも聞こえないね。静かだね、今日音楽が聞こえてくる。あ、出たー、あたり、あたり、一人、パッチャ、じゃあ行くよー。しっかり声出してよー。いやー、いやだー。もう一回、何を言ってんの？ 5! ガー！声を出してさ、しっかり。ガーだー！聞こえないね。やだー。おい！ 75! 75! 75! 眠くなってきたよ、静かだから。275! やみんな口パクやってるの？何にも聞こえない。275。275。声出した？うん。275。やあ！本当？6275。46275。46275。これね、取るとき簡単なのよ。でいくら？ねえ、おじいちゃんなって。いつも今おじいちゃんだろうが、文句な。お兄ちゃんだ。100が10個ではなんだ？1000だぞ。ねえ、じゃあ早く言ってよ。まずルール説明します。大きい数の方に行きます。どっち行くかというと左です。でまた下行って分かれ道って、どっち行くかというと4です。だからどこ行きた？緑。よし、早く当ててよ。いいね、見てパッと当てるんだよ。はい、どこ行くでしょう？21。じゃあだから色で言って、色で。赤。オレンジ。オレンジ。赤。これはオレンジでしょ。オレンジ。オレンジ。第2。第2。はい、これ赤。何？赤。どこ行く？赤。行くぞ。じゃあどこだ？緑。ここだよ。緑じゃないよ。だってここで400行くんだもん。大きいから。で、470から赤来た。790もあるよ。それは大きいけど、ここで分かれ道があるもん。なんと300と400どっち行くの？400行くでしょ？で、ここで分かれ道来て、400と20と470だから470行くのよ。じゃあ今度どこ行くか当てて、これ。どっち行くでしょう？16。黄色！黄色！黄色！じゃあ行くよ。ダンダカダンタン、キッ！ダンダカダンタン、キッ！黄色でした。よし。ではいよいよアメアメゲームです。Yes. お行儀の悪い人はもうやらアメない。当たってたらアメアメゲーム。ね。あ、これの動画だ。アメアメゲームですよ。はい。順番に行こう。あんだ飛ばすからな、お行儀られた。勝田君。0から10、この間にある数何でしょう？ 5。もうちょっと大きい。はい。はい、小田君。6。もうちょっと大きい。はい。斉藤さん。9。もうちょっと小さい。8。もうちょっと小さい。はい。はい。12。なわけがない。10までだもん。はい。丸山さん。6。6より大きい。松山さん。7正解。なんでだよ。ほら、よし。飴投げるけど、いいか？ダメよ、そんなに取ったら。嫌い嫌い。取ってやって。よし。じゃあ第2問。今度は、前島くんから。はい。これ0と100の間。あ、分かった。まだ分かんないよ。あ、分かった。はい。
51か。だから言わないよ、ま、あの、前島くんから言う、前島くんなんだ、0と100の間なんだ、うん、7? 何 ?700 とか言ってた。700はいかないよ。 70? もうちょっと小さい。60。正解、60でした。じゃあ今度は第3問、高田くん。え ?0 と1000の間です。はい、高田くん、何だったかな、これ。0と1000の間です。先生、僕は眠らないから。今、高田くん考えてる。騒いだり、変なこと言ったら飛ばしそう。はい、悩まないの、その深く。まだ何 ?0 と1000の間。はい、何?90? もっと大きい大きい。100。はい、もっと大きい。600。もうちょっと小さい。はい、なんで600でも小さいんだもんで。あ、分かった。じゃあ丸山さん、400。もうちょっと大きい。あ、待って、正解だった。400。あら、いくよ。いい、ちょっと僕取ってあげる。いい、取ってあげる。斉藤さん取ってくれ。よし、いよいよ1万で、0から1万の間です。0から1万だぞ。松山さん、なんだ。もっと大きい大きい。0から1万の間だ。はい、真島くん。8000だって。当たり。もう2回目が出ちゃった。いくよ。やっぱ8000だ。先生、ここ1個ずつになってほしいの。そうか、じゃあ声出せよ。大きい数いくよ。ここに1100で1300だったとすると、ここは何かってことなの。はい、小籔くん見なかった。はい、勝田くん。1000。1000。正解。1100。じゃあここは。1200。何？1200。1200。じゃあここは。1300。1300の次は。1400。何？1400。当たり。1400の次は。1500。1500の次は。1600。何だって？1600。1600の次は。1700。その次は。1800の次は。何で1900。その次は2000。何？2000だ。これ2000当たったらすごいよ。2000の次はなんだ。2100。何で2100。2100の次は2200。最後は2300。よし、だんだん大きい数になってきましたね。大きな数だね。お金で数える時はこうなんですよ。こっちはね、右の方と、これ10円って意味ね。1円、10円、1円、1円。10円、1円、10円、10円、1円。右と左、どちらの方がお金かかるか。はい、はい。斉藤さん。右。左だな、10円だな。よーし。岡崎さんも今度変わってるよ。こっちは100円、1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 円、1円、10円。はい、どちらの方がお金かかる。岡崎さん。正解、100円があるもんな。110円。じゃあその次、1000円。100円、100円、10円、10円、100円、100円、1000円。100円、100円、10円、1000円、1000円、1000円、10円。はい、はい、こっち見るよ。はい、右と左、どっちがたくさんある。はい、はい、じゃあ待ってないぞ。はい、穴くそばっか走ってると、ボール飛んでくぞ、お前。はい、はい。はい、丸山さん。はい、左。左だ、あんたお金持ちになれる。こっちだろ。左じゃないよ。右って言ったの。左だよ。左だよ、これだって。1000円が3枚あるの。1000円がたくさんな。1000円を、そうでしょ。松山さん、いいよ、聞いててよ。1000円、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 100円、1円、1円、1円。1000円、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 100円、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 100円。右と左、どちらにたくさんあるでしょう。はい。お金は、はい、船木くん。右。正解。よし。だってじゃあお行ゲームです。恐怖のお行ゲームです。は土地で騒いだりな、髪の毛なんか舐めてると先生がほっぺたに注意します。あっそう。じゃあいくぞ。あっそう、あっそう。魚よ魚、この中で一番お行儀の悪いのは誰だ。だってさ、自分さ、お行儀悪いじゃん。先生、空気
いらっしゃい。はい。空気入れてあげる。はい、はい。本当に入れてほしいの？はい。入れてほしい。これ干潮だもんで、お尻から入れるんだけど。え？そんな。じゃあ入れてやるよ、お前。あんた立ててダメでしょうが。あんた元気ないの？なんとしか入れるの？うん？普通は。うん。いや、女の子は、便秘の人が多いの？うんちでない人が。便秘はね、ダメだよ。お尻からこう入れるんだけど。そうじゃない。じゃあ、普通は、いってあげるか。普通は、耳からやるの！耳からやらないよ、耳から。耳からやっちゃダメやんか。もう、わかった、わかった。よいしょ、じゃあ鼻から見てやるの、お前。やるよ。これね、魔法の鏡。チョップ。鏡を、世界で一番綺麗な方だ。ほら、丸山さん映ってる、これ。ほら。じゃあ本当に丸山さん映ってたもん。太鼓の鏡を鏡、世界で一番綺麗な子は誰だ、ほら誰映ってる。なんで言うて早く帰れ、お前お尻臭いから。言われた。じゃあいくよ、6、6、早く待ってる、6、6、56、56、これ何揃ってない、56、256、8256、48256、48256、言えたー、すごい、48256、48256、難しいぞ。いいよ。748256、748256、一人で行ってみようと思う勇気のある人。はい。 OK、 松山さん行ってみろ。74万8256。できた。 OK、 真島君。はい。74万8256。 OK、 できた。はい。はい、小田君。74万8256。できた、みんな手叩いてあげてよ。はい、岡崎さん。はい。74万8256。7000ならないと、ここで、はい、これ松山さんって聞いてくれ、松山さん。74万8256。 OK、 先お尻からパワー入れてあげた丸山さん、読んでごらん。お尻でしょ、パワー出てない。はい。74万8256。できたじゃん、それでいいんだぞ。はい、もう次行く、はい、じゃあ問題足したから行こう。分かった人は言ってよ。2+3は何？5。じゃあ難しいぞ。20+3何？200+3何？500。 OK。 2000+3何？じゃあ難しいファイナル問題。ないかもしれない。ないじゃん。あ、ないじゃない。じゃあ、4-3は1。 H じゃないわ。1。 4-3 は1だよ、4から3分。 H？ 4-3は1。 41-30 は400-300は何？4000-3000は何？じゃあ早く言ってくださいよ。ワンポイントをあげる。いいね。で、たくさんポイント数がたまると今日のチャンプになります。いいね。早く言ってください。僕も競争する？やめない。絶対僕早いもん。なんで？遅いね。遅い。
じゃあ行くぞ。何答え変えたら分かるから。じゃあ行くぞ。1、2の50足し40。何？いや、一回言えばいいって何回見て分からない。じゃあ、その次。60-20。40! 40! 40ってさっき誰か言ったでしょ。OK。600-200。ほんと早い、勝った早い。5+4。9! 6-2。4! これ難しいよ。5000+4000。9000! 何その次いくよ。500+400。何？900。これ。じゃあこれ難しい。5000+5000。1000。何？早い。6000-2000。4000。何？4000で合ってる。これ勝ったのがものすごく素晴らしかった。じゃあ後でそういうゲームもう一回して当たってたら。あれ、いよいよ今日数の3番目の勉強です。あれ黒がどこ行っちゃったじゃないか。いいね。レベル3の問題です。今のはレベル2の問題。そうね、だからレベル3の問題いきます。レベル3はもっと大きな数になります。あっそう、あっそう、あっそう、できるか。やめてもいいんだよ。そうですか。やってみる。やる。よし、じゃあやってやろう。あとで歌を教えてあげるから。1000円が10枚あります。難しいよ。1000円が10枚あります。お金はいくら？1万円。何？1万円。はい、1万円なんですよ。そうですよ。1万円を漢字で書くと1万いってな。漢字で書いてはありませんけど。じゃあそこでまたまた今日は行ゲーム、今日行ゲームばっかりやってるな。じゃあ行くぞ。背中伸ばせよ。いいな。いや。いや。いや。だいだいやだってさ。ビデオでいやちっていかんぞ。いやだ。あ、そう。あ、そうそう、いやだって言えばいいんだな。1。ね。今日投げるボールがねえんだよな。あった。おい投げていいよ。俺投げてみな。はい、はい、こっちだよ。はい、こっちだよ。話せっぱつけといてあげたら。いいよ、林。林。あ？林。はい、投げるの。林。投げよう。投げよう。俺投げよう。投げてよ。だったら声出していくぞ。投げてよ。いいや、1。10。ふざけてると外を出すとまだうざいで。10 100 100 1000 万万万10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 0万100万10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 00万1億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 10億10億10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 00億1000億1兆1兆1兆10兆10兆100兆100兆の次なんだか知ってる？社長の次はね、船長。先生、僕にでは当たった人には飴をあげる。BW は女の子に優しい BW 教室は、男に厳しい BW 教室。じゃあ女の子は、女子は、女の子に優しいのね。じゃあ男子は厳しいの。男子厳しくていいぞ。12340言ってな。12340。これはちょっと読み方違うの。12000 12340。これはまた読み方違うの。12340。はい。12340。これは12340。これはアメリカの書き方ね。3つごとに点つけるので、この4つのうちのどれかを読みます。
当たった人には飴をあげる。男に厳しい BW、 女の子に優しい BW。 カスタ君、いいか聞いててよ。カスタ君から順番に行くから、どれを読むか当ててよ。12,340、どれでしょう。1,2,3,4,5,1。今3番目を読んだんです。コーダー君当ててよ。見てると分かるかな。12,340。3。今一番上を読んだ。おい、そうじゃないよ。じゃあ今度斉藤さん、12,340。2番目。うん、2番目。正解、正解。なんで。じゃあ今度岡崎さん、12,340。そんな読み方分かった。え、4番。4番正解。5番なんてないよ。正解。いいな、そんな人で。うなっくん、僕ゼロ使うよ。12,340。3番。今4番目だったんだよ。丸山さん当ててよ、いくよ。12,340。あ、分かった、あれだよ。2。何番目。2番目。もうあんた丸山ってもらえないよ。丸山さん何番目。1,2,3,4,2。正解。よく当てたね。兄弟、僕が先に当てた。間違いないよ。僕が先に当てた。待てませんよ。12,340。何番目。そんなこと言うと4番。当たり、すごい。女の子みんな当たるね。じゃあ前島君、先生足2つとも12,340。分かった分かった。3番目だった。1番。女の子は全員当たって男は全員はず。ねえねえ、さっきさ異常でやってるでしょ。エゴひいきの林先生、もう一回。さっきさ異常でやってるでしょ、男の子ばっかり。分かったか。もうなくなっちゃったからな、ごめんな。じゃあ次の勉強いくよ。新しいのない？いいか、いくよ。130、200、どっちが大きい数か。130。どっち？130。3,300、どっちが大きい数だ。3,000。何？3,000。3,502、3,052、どっちが大きい数だ。3,502。6,021、6,019、どっちが大きい数だ。人が立っていました。人じゃないじゃん、それ。これ本当もともと人なんだってね。それでこの人が立ってて、おー元気だなって言って、そして今お日様が出てきたのね。そして心ができて、名前が奥ってな。奥、この字ね、奥っていうの。奥、奥。じゃあその次、これ何。蝶々。蝶々、蝶々ってな。蝶々、蝶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 、これ蝶って言うんだ。もう一回くよ。蝶、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 蝶。で、歌を覚えてもらいますが、これね、ちょうど一兆あるのよ。行ってみようか。1、10って行ってみよう。3、はい。1、10、100、もうゆっくりよね、ゆっくり。3、はい。1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、1兆、10、違うよ。もう抜けてるよ、奥だよ。3、はい。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、1兆なの。そこで歌ができるから覚えて、今日この歌をね、しっかり覚えて帰ってください。なんで大丈夫だな、お金持ちになれるからね。何かというと、お金持ちになれなくていい。もうなってそういう、まあ、もうなってる。ゼロでも言うんだな、お金持ち、お金になったら切らないかなって言うんだ。もうなってるから、もう金持ちになる。お前そういうこと言うと誘拐されるぞ。気になるよ、もらった赤子がどっさり。もうどっさりあるよ。うう人に言っちゃいけんぞ、お前誘拐されるから。何が。じゃあ歌覚えるよ。ちょーちょーちょちょさん、はい。ちょ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 、私の財布に置いてさん、はい。私の財布に置いて。なんで？財布から財布へさん、はい。財布から財布へ。
財布から財布へ、財布から財布へ、ちょうちょちょうちょ、私の財布から逃げちゃった。私は貧乏です。では今度はみんなに歌ってもらいます。いや、なんだよ、やだ。上手に歌った人、一人歌える？あ、ちょっと歌ってもらうね。まだまだまだ、ギャーギャーダメよ、お前。 BW、 この歌がしっかり歌える人はお金持ちになれるんだぞ。なんで？3、はい、ギャーだって、お前変にギャーギャー言ってるだけじゃないか、お前は。私の財布においで、なんで？財布から財布へ、財布から財布へ、ちょ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 、私の財布から逃げちゃった。お金がみんな逃げてしまったのです。じゃあ行くよ。じゃあ歌いよ、さん、はい、ちょー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 、わしの、もうそんな変な歌がするじゃない、お前は。大藤さん、そんなのパンツつやから。さん、はい、ちょー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 、わたしの財布においで、財布から財布へ、財布から、何じゃない、財布、財布から財布へ、ちょー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 、私の財布から逃げちゃった。よかったね。よくねえよ、貧乏なっちゃったじゃねえか。先生、僕は飴1個ももらえませんでした。残念だな。また今度頑張るよ。でもだってな、よし。これが今日レベル3の問題でした。あ、すごい、もう終わった、やった、終わった。終わらない、まだレベル4があるの。イエーイ。だって今日ケンケン先生あるんだ。レベル4やるか。やるやるやんない、やる。レベル4難しいぞ。やるイエーイ。それまあ時間ないから来週にしよう。なんで。じゃあ今日の勉強おしまい。出席を出してください。何？